レナ。どうかしたんですか？ジャムを買いに来たんですの。でも困ってしまいましたわ。お店の人が留守のようですの。私が探してきますよ。そう？じゃあお願いしようかしら。すぐに行ってきます。この町のどこかにはいると思いますから。助かるわ。あの、すみません。あなたは確かジャム屋の店員さんですよね。はい、そうですけど。何をしていたんですか？歌の練習を。歌ですか？私、小さな頃から歌手になるのが夢だったんです。だからバスルームで歌ったり、散歩の途中にここに来て練習したりしていたんです。ほら、ここって洞窟の中だから音が響いて上手になったような気がするんです。そうだったんですか。でも私はそばかすが多いから歌手は無理かな。もう諦めようかしら。簡単に夢を諦めちゃダメよ。夢を持って生きていれば必ず叶う日が来るわ。そうね、私が弱気になったら夢は叶わないものね。ありがとう。たくさん練習してきっと夢を叶えてみせるわ。いけない、お店のことをすっかり忘れていたわ。誰かお客さんが待っているかも。あなたの夢は叶うわ。もう少ししたらエクスペルで一番の歌手になっているかもしれないわね。